オーシャン応援団。よいしょー、始まりましたよ。はい、始まりましたねー。はーい、ありがとうございます。よろしくお願いします。はい、まあ、ということで、ねー、ラジオ沖の皆さん、こんばんはー。こんばんは。はい、はい、はい、こんばんは。ちょっと待ってよ、はい、小山FM沼から生放送でお願いします。はい、僕ら吉本沖縄芸人オーシャンです。よろしくお願いします。お願いします。はい、そしてですね、今週はゲストも来てますよ。はい、はい、ゲストの紹介お願いします。あ、どうも、沖縄吉本5期生で今、うん、芸人見習いをやらせていただいております。はい、アフソと申します。よろしくお願いします。はい、もうオーシャンの補欠ということで、はい、そうですね、はい、これからやっていきたいと思います。はい、お願いします。ベンチにいさせてください。はい、よろしくお願いします。温めててください。はいね、はい、まあ、FUSO 君は本当にアフソね。さあ、いいですか。さあさあ、まあね、一発目のボケに、はい、今ラジオの名前の通りですね、はい、応援団っていうのが入っていますね。うん、オーシャン応援団っていうのは説明して大丈夫ですか。よろしくお願いします。はい、お願いします。こちらラジオの名前の通り応援団というものが入っています。応援するということは素晴らしいことでございます。だから僕ら、オーシャンがラジオを通してうるま市近町をはじめ41市町村を応援していこう。そして41市町村の人々にオーシャンを知ってもらいたい、うん、応援していただこうという、はいはい、オーシャンによるオーシャンのためのラジオ番組でございますということで、はい、メール、ファックスもどしどし連絡が必要ちょうだいということでね。はい、行、はい、きました。メールの方がですね、はい、868@fmurma.com 868@fm-urma.com となっております。はい、ファックスの方がですね、0989654868、0989654868となっております。はい、はい、そして、はい、本日のトーク内容、テーマですね。トークテーマはなんと、はい、春夏秋冬、いいところとなっております、ね。はい、ありがとうございます。季節ですね。季節ね、もう何でもいいんだよね。季節の方の春夏秋冬です。うん、そうです、そうです。もうマフソ君がこの YOIC ね、はい、春夏秋冬通して一番どの時期がきついかっていう話をして、ああ、なるほど。いいところじゃないんだもん。きついところ。悪いところ。何でもい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 いところね。そう、なんで気をせば不足になったの。あ、そう、聞きたいですね、それは。ああ、ね、そう。前からずっとね、こう、出したかったわけよ。そうですね、そう、出させていただきたかったんですけど。そうそうそう。あ、そこもね。毎回出そう出そう言って連絡しても、はい、ちょっと時間の都合が合わなかったりとか、うん、出そうとするとき絶対に焼肉食べてるんですよ。うん、なるほどな。出そうとするとき、それはもう俺のタイミングが悪かった。タイミングが悪かったか、焦がしましたけど。その時は出たかったっつって、出たかった。そうなんだな。その後ちょっと氷で鎮火はしたんで。なるほどね。火事にはならず。焼肉の話良くないもん。そんなに、はい、どうなの、ご規制って、うん、なんか粒揃いの子揃ってる。すごいですね。お、個性が、個性が、うん、はい、ドラゴンボール風に言うと、おお、ギニュー特戦隊みたいな。なるほど、なるほどね。本当にドラゴンボール風に行ってしまったんですけど、今ドラゴンボールに行ってしまったね。行ってしまったんですよ。いいよいいよ。ドラゴンボールを知らないお客さんも多分今ラジオオフにしてます。申し訳ないです。今ので視聴で視聴率がちょっと減ったということで、鉄拳珍味風に行った方が良かったかもしれない。鉄拳珍味もっと難しいね。申し訳ないです。一応すごい個性が、すごい人がいて、その中でアフソ君はどのぐらいにいるの、個性の強さ的に言ったら。芸人コースが今9人いるんですね。芸人コース9人、うん、9分の7位ぐらいですね。あ、9人中7位。そんなになんだよ。4位以上が化け物しかいないんですよね。あ、そうなんだ。なるほどね。でアフソ君は実際今コンビ組んでるの。あ、コンビ今組んでますね。組んでる、組んでます、組んでます。はい、なんていうコンビ。あのコンビ名が今ちょうど悩み中で。おお、ちょうど悩み中で話してもいいかもしれないですね。あ、コンビ名が今ちょっとまだなくて、うん、まだなくて、うん、ちょっと、ま、今自分で決めれない状況で、うん、他人に委ねてもいいかなっていう。なるほど。じゃあこのラジオで決めることも決めて、自分のお眼鏡にかなえば採用されるかもしれないですし。なんで上からだろ、なんで上からだろ、お前。おかしいでしょ。まだすいません。そうか、アフソ君とあと一人誰が来る。あと一人、一応エビスっていう子なんですけど、国のものでエビス。そうですよ、うん、このなんかこのエビスっていう一家家族が、うん、沖縄になんか一組しかいないよって、うん、言ってて、もう一組しかいないってことなんですよね。まあ簡単に言うと、うんうんうん、でまあ彼がこの9人中
個性は弱いんですけど、うん、性格が一番ゴミクズでできてて、あ、5期生の中で5期生の中で一番性格が悪いと。なかなか悪いんだね。そうなんですよね。なんかクズで、うん、僕今組んでるんですけど、彼が沖縄国際大学まだ学生でして、うんうん、で4年間大学ってあるじゃないですか。ある、ね、大体の大学って4年間のうち120単位ぐらい取れば卒業できる、うん、なるほど。で、彼今1、2、3、4年目、4年生で学校忙しいって、お前何単位あるのと、いや50単位だけどって言って、いやじゃあ半分まだ取ってないわけですよね。70単位取ってないわけですよ。4年目にしてまだ半分ぐらいしか取ってないっていう。で、聞いたのが、まあまあまあサボってたわけでしょ、要は1、2、3年生。で、その間じゃあ何してたのみたいな。もし死ぬほどバイト掛け持ちして働いてたとか、なんかえぐいぐらいクラブとか行って遊んでたとか、そういうエピソードあったら許そうだ、お前何してたの、家にいたって言われたんですよ、ね、なるほどな。3年間ずっと家にいたって言って、本当にゴミだなお前って言って、でその後まあじゃあ組もうぜっていうことになったんですよね。なるほど。なんでなったの、そうだよ。その後じゃあ組もうぜってなる、あの自分も結構性格良くない方なので、うん、自分より性格悪い人と組めば、僕が薄れて見えるんですね、性格の悪さが、ね、自分のじゃあその性格の悪さをじゃ目立たないように。そうなんですよね。いやでも性格の悪さはもう結局出ちゃうよ舞台に。そう、出るよ。そうなんすか。そうだよ、出るよ。今から舞台始まるでしょ。そうですね、始まりますね。始まるでしょ、はい、もうあれだよ、あの最初なんか性格よく見えさせようと思ってさ、舞台出ても、あの後々出てくる性格の悪さがもう。そう、まあ、オーシャンさんはでもなんか性格悪いところ今のところまだ見えてないんですけど。あ、見えてないでしょ。あ、そうなんだ、うん、オーシャンはね、うん、性格悪くはないはず。あ、なるほど、なるほど。ギリ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 なんです、うん、ギリギリボーダーが一応あるんですね。で先輩とかに対する舞台上での当たりに関してはまだ悪い方かもしれない。それ見るのが楽しみです、ね、ためらったことないから、ね、ためすぐ行くんですね。すぐ行く。その方がね、いや逆にいいかも。それはいいですよね、うん、僕らもそれぐらい特攻できるようには頑張っていきたいと思ってますので、はい、でも5期生のアフソだけ覚えてください、はい、よろしくお願いします、はいはい、ということで今日のゲストはアフソ君でした。ありがとうございました。なんだろう、おい喋らずジェスチャーで、そう、声しかいかないのになんでジェスチャーしたんですかね今。いやいやいや、右から出して、ね、いいですよ、はい、よろしくお願いします、はいはい、よろしくお願いします。待っていきましょうね、はい、まああれなんですけども、春夏秋冬ね、はい、春夏秋冬、いいところで今日はテーマとしてやってるんですけど、はい、どうなの、やっぱどの季節が一番好きとか、ちょっとこれ3人で今日盛り上がっていこうぜ。あ、なるほど、せーのでみんな言います。じゃあ行く、いいな、じゃあそれやってみよう、じゃあ行くよ、せーの、冬、秋、ん、あ、ん、今何て言ったの、今冬って言った、冬って言った、おお、俺も冬って言った、俺も冬って言った、いやもう秋って言ってたでしょ完全に。あれなんで秋がいいの。確かに、いや、秋、じゃあまず秋の意見聞こう。今夏だけど、夏に言うと思ったんだよ、誰か一番ね、もうこれだっていう決め手は、決め手、なるほど、暑くもなく寒くもなくっていうね、これ小学生の考え方ですよ。なんだとこれ。大学もう20超えた人ってその考え方してる人初めて見ました、ね、やっぱ夕日がね、似合うよね、秋ね、夕日が似合う、急に新しいカード切ってきた。で別にお前最近もさ、夏になって夏の夕日とかあるじゃん。そうですね、で沖縄ってそんなに秋と春の感覚がないです、まあ、確かにね、全然変わらない、境目があまりこう目立たないというか気にならないよね。その中でよく秋を選んだねっていう、秋いらないってことですよね、春と秋ほとんど一緒って考えたら。そうだね、まあそれもいりますよ、やっぱ秋もないと、ないと春夏秋冬じゃないの。さあどうした、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 今日自分で書いてきた、ちゃんとノートに何喋るの。なんか何書こうか悩んでるうちに、季節感にお前は革命を起こそうとしたのか、悩みすぎて、六房星が悩みすぎて、六房星が、ノートに六房星書いてるやつ初めて見た。危ないよお前、怖えよおい、お前急にここで魔術とかやり始めたらやめてよ、怖いなぁ。何これ、新で、なんて書いてあるこれ、3冊目のネタ帳で、あ、新進ネタ帳。あ、なるほどね。で、この下に書いてあるの、ね、頂点をは、これ、このコンビ名を迷ってて、あ、うん、なるほどね、頂点をは、五サスケ、五サスケ、あ、なるほどね、おは六房星っていうところですね、うん、今。じゃあこれ秋までに考えた方がいいってことだね。そうですね。結構な期間あるよ。いや、でも 秋って大体何月ぐらい、9月からもう秋になっちゃう、えー、なんかわからないですよね。沖縄ってやっぱ
特殊だから暑さとかが、うん、ってなるといつからかわからんな、はい、まあ、10月にはもう秋っていうことでいいんじゃないですか。ハロウィン、ハロウィンっていうイメージがあるわけ。あ、なるほどね、うん、ハロウィン10月ですよね。10月の最後のとこ、うん、秋のイメージあるもんな。そうそうそう、オレンジのね、うん、なんかイメージというか、かぼちゃですね。なんでアフソ君は冬がいいの？冬がいいのですね、うん、これ大人の考え方なんですけど、おお、あの、暑くないっていう、おう、で、最近哲学にハマってて、おう、いや、今の嘘ですね、すいません。なんで今六芒星のことしか頭になって、なんで嘘ついたの、この、うん、ごまかそうとしたんですよ、考えが今。いや、もっと素直に、もっと素直に行こうよ、冬のいいところとかさ。冬はでも本当に、うん、僕すごい車を運転してる時にクーラーを気にする男でして、おお、なるほど。で、夏だと本当にどうあがいてもどんなに脱ごうが暑さは変わらない、うん、変わんねえね。クーラー、クーラーつければいいじゃん、夏は。夏はもうお金もったいないんでクーラー絶対つけないって決めてるんです。それは自分の中のなんかあるんだね、その制約が、うん、制約があるんだね。でも冬はもう着込めば寒さしのげるので、うん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 、このクーラーもなんですか、ヒーターもつけないでいいという節約が、あ、まあ、できるという、ね、一応な、でもそれ考えたら秋もつけないのでいいので、うん、ちょっと秋もいいかなちょっとブレ始めてるな、ブレ始めてる、お前、ね、そっか、お前たち春夏秋冬温度でなんかいろいろ今のところ温度の話しか出てないんだ、ね、小学生の考え方なんですよね、うん、俺の考えは春夏秋冬いいところっつったら、うん、例えば夏は祭りがあるとかさ。あ、なるほどね。で、俺冬がなんで好きかって言ったらイベント、イベントが多いじゃん、はい、うん、まあ、夏の祭りのイベントもあるけど、うん、冬はどんなのがありますか。クリスマス、うん、クリスマス、ね、クリスマス、バレンタインとか、あ、正月も冬ですね。バレンタインも正月も冬でしょ。だいたい12月31日とかも冬でしょ。そうですね、12月、うん、だいたい、だいたい俺の誕生日が、俺の誕生日が冬だからっていうのもある。12月6日ね。12月3日、3日、僕も12月なんですよ、誕生日。そうなの。嘘つけ。本当だよ、本当だよ、つっちゃって先輩。いいよ、いいよ、いいよ、今まで同級生だから元ね、問題ないよ、うん、本当に。え、で、何、何、誕生日全然かぶってないんですけど、うん、12月、まあ、14日で、うん、まあ、坂本勇人選手と同じ誕生日だなと、うん、どっちでもいいわ、お前。坂本勇人選手、うん、で、ちなみに言うと、うん、僕の相方のゴミくず恵比寿も、ゴミくず恵比寿誕生日一緒なんですよ。なるほどね。まあ、終わりなんですけど。いや、終わりかよ。まあ一応そうですね、偶数が多いなぐらいしか情報はないんですけどね。なんか来てる、ね、じゃあメールが来てるんですよ、はい、じゃあ行きますね。ラジオネーム恋するうさぎちゃんでございます。はい、はい、これ聞いたことあるな。る、恋してるってことは分かりますね。ねえ、しんきさん、りょうじさん、こんばんは。はい、こんばんは。はい、ね、アフソもいるんですけども、ね、よろしくお願いします。もう8月ですね、夏って感じです。かっこわら、うん、ね、課題のせいで全然外に出なくて、逆に日焼けしなくてラッキーな今日この頃です、うん、今日のメールテーマが春夏秋冬いいところということで、うん、どこかないかな、何があるかなって思ってて一つ見つけました。お、それはお家です。あまり外に出かけないのもあるけど、やっぱりお家の自分の部屋が一番ですよね。うん、メールテーマに合ってないような気がします。わら、すいません。話は変わって、去って8月1日、うん、サゴテンダン見に行きましたよ、うん、ありがとうございます。ございます。とても面白かったです。ぜひ月1でこれからやってほしいです。はい。で、もともと行く予定じゃなかった友達も誘ったんですけど、行ってよかったって言ってくれました。嬉しいな。三期生これからも応援してます。ではでは、長くなりそうだので、はい、この辺で。最近動作が遅く、買って半年で早くも買い替えを希望しているけど、やっぱり手放せない iPhone5S からの送信、これからもよろしくね、 5S ちゃん。はい、はい、なるほど、ね、リサちゃんからのところだ ね、 ね、そうっすね、ありがとうございます。あ、でも部屋で分かるのね、春夏秋冬って。はいはい、なんまそうですね、部屋で分かる。部屋でさ、例えば春夏秋冬ってやって、うん、まあ、夏はちょっともう毛布つけないしみたいな、うん、模様替えとかするタイプ君たち。しないですね。そうですか、しないですね。うわ、もうだめだ。部屋に模様がないんですよね、最初から。あ、なるほどね、そっちの模様か。あ、まだまだまだ白いキャンパスのまま。なるほどね、なるほどね。牢獄みたいな感じ。牢獄じゃないでしょ。牢獄だったらもう今ここに、柵とベッドとトイレ、ここにいないでしょ。殺風景、殺風景だね。そうですね、牢獄みたいな感じなんですよね。はい、なるほどね。で、サゴテンダーなんですけども、はいはい、ありがとうございます。ありがたいね。ありがたいですね、でも吉本のエースと呼ばれてますからね、サゴテンダーのユニットは、うん、なんでサゴテンダーありましたって言って、アフソ君がありがとうございますって言ったの。出てた、サゴテンダー。サゴテンダーは何役だった、あれですね、見学役を頼まれたんですけど、あ、一応
見学したの？うん、あの帰っちゃいましたね。おい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 、見ろよお前、ちょっと用事があって。あ、ほんと？じゃあしょうがない。しょうがないの、用事の内容によるけどな。吉本入る前からサゴテン団のライブは、うん、あの見させていただいてまして、うん、なんで？あのこっちがりょうじさんと、うん、まあ、高校が同級生で、うん、ああ、そうか、りょうじとそこは一緒なんだね。同級生なんですよね。こっちがもう高校からお笑い芸人、俺はなりたいんだって思ってて、うん、ずっと言ってた。で、自分も最初なりたいんだって思ってたんですけど、うん、高校の頃、異常に滑りすぎて、うん、いつしか教員目指してたんですよ。気づいたら気づいたら、ね、で、その隙にもともと芸人になりたかったんだ。そうなんですね。ぬくぬくと実力を伸ばして、もうサゴテンダーになって、うん、あいつすげえと思って、うん、もう見に行ったら、うん、鳥肌立ちましたね。あ、サゴテン団が初めて見たお笑いライブなんですよ。あ、そうなんだ。多分ケース2ぐらいですかね。あ、そのそれ見て、うん、お笑いすごいなと思って、若干火が灯ってしまったので、もし僕がこの人生の中で今からお笑い芸人になって、うん、失敗したら、うん、サゴテン団のせいだなっていうのは、意味が分からん、意味が分からん、もうなんでだよ、責任をなすりつけんの俺たち。勝手に追加質問ね、バンバン来てるんですよね。あ、メッセージ来てる、はい、メッセージいっぱい来てるよ、本当に。みゆりちゃんがサゴテン団行きたかったですっていうのを、人気がすごいんですよね、サゴテン団。サゴテン団ね、意外と待ってる人がたくさんいたのよ。そう、ありがたいことにね。ツイッターでもすごいサゴテン団やったみたいな声多かったです、ね。わあ、嬉しいね、そういうのは本当に。あ、なるほどね。お、どうした？うん、なんでもない。大丈夫？急になるほどね、納得しだしたからさ。うん。うんって言った。怖っ、なんで？削除しましたけど、何かしらを削除してましたけど、何かを削除した。まあとりあえず一旦じゃあ曲流しますか。曲いっか、はい、そうですね、今日ちょっとファンファンしてますね。はい、じゃあもう曲を挟んで、じゃあ曲一旦挟んで締めよう、ビシッと締めよう、ビシッと締めよう。はい、それじゃあ春夏秋冬に関係ある曲ですね。じゃあ、はい、いきましょう。お願いします。はい、お願いします。夏の曲でございます。はい、来れば一切合切。
そうでしょ、多分治るやつですね。はい、ということで、はい、はい、皆さんでお聞きしたのはクレバで一歳合歳でした。はい、夏って感じでしたね、もうこの素晴らしいね。一歳合歳はやっぱ夏だね、あ夏 PV 夏だもんね。もうドナツ、ドナツではなんか祭りでなんかこうかき氷みたいなのやってましたもんね。そうやってたよね、うん、ジャケットがかき氷ね、虹色7色のね。はい、そう今日昼飯みんなどこ食べに行った？かき氷で思い出した可能性がありますね。かき氷で思い出した、うん、昼飯どこ行った？昼飯自分仕事中なんで、うん、外出した。今大学の事務職員を非常勤で。なるほど、なんかお前しっかりしてるね、とことんな安定してる感じが、ね、雰囲気が出てるな、うん。そこでもう外に一切合切も出れないので、うん、もうカップラーメンですね。ああなるほどね。その一切合切今疲れたなって思った。そうですね、うん、多分視聴者の方も伝わってるかなって、うん、使い方合ってんのかなっていういいな、思ったけど、まあ、ですね。まあしがないお昼ご飯を食べてきました、ね、なんか二人の俺を聞きたいんですけど。あ、俺は一応今日ずっと一切合切してて。なるほどなるほど。一切合切した後ぐらいに、うん、ちょっと一切合切した後にこう算数詞行きたいなと思って。算数詞一旦中国経由したの？違うこれね、あの北中城にあるお店なんだけど、あ、はい、カフェランチみたいなね、うん、あの親子丼がめちゃくちゃうまいお店があって、うん、親子丼とか、まあ、京都と沖縄のコラボで何回もここでもう話してんだけど、うん、はい、そこ行ってきた。なるほどね。で、こう何を食べたんですか？そこでごまつけだれ麺。親子丼じゃないですね。そこ親子丼をプッシュした後に、うん、ああ、なんかよくわからんやつ食べてました。一切がさえした。一切がさえした。どうして何食べたの？いや、俺もね、なんか急に13時頃かな、うん、なんか体がおかしいなと思って、うん、あ、体のなんかね、うん、あれなんかおかしいなみたいな、ちょっと体調的に。なんなんすかね。そしたら思ったら一切合切してて、なんか体の、うん、内部のタイプに一切合切してたんですね。何かが一切合切しててから、もうこれはもうあれするしかねえなと思って。あれ、そう、あれっつってますけど、ね、もうやるしかねえなと思って。そうですね。そうもうそれをね、お店に行ってコンビニ行って一切合切してきましたよ。お疲れ様でした。どういうこと？ちょっと今こそ六芒星使う。六芒星使って縛れ縛れ俺を縛ってダメだよ今日、うん、後輩来てるからふわふわしてるよちょっと。そうだな、後輩の扱いにちょっと俺たちは、ね、どうなの？バイアスロンとか受けた？バイアスロン受けて、いやもうボロ負けでしたね。1回戦で、いやもうバイアスロン、まあ、吉本からは、うん、リンクリンと初恋クロマニオンさんが、そして決勝戦、決勝戦2組残って、え、何で出たの？コンビは。この時はあのゴミクズじゃなくて、うん、天使のような男と組んで、おそ優しい子と組んで、うん、コンビ名なんていう？コンビ名があの一番恥ずかしいんですよ。あ、いいよ、ダサくて、いいよ、言っていい、あの虹色スパイスっていうコンビ名で、お微妙だな、なんかそうなんですよ。うん、なんでこれつけたんだろうって。なんで虹色スパイス？なんですか？つけた。これもともとこのゴミクズと天使とこの3人で、うんうん、組んでて、ゴミクズはやめて、あ、エビス、エビス、エビス君とこの県内に一家しかいない、エビス君と、まあ、天使のようなこう、まあ、カツレンって言うんですけどね、うん、優しい子とトリオで組んでて、うん、でまあちょっと自分がエビスの方の、まあ、ギャグ戦が好きってことで、うん、まあ、バイアスロン後に解散したんですけど、あ、なるほどね。バイアスロンの時は、まあ、これややこしくなるんですけど、まあ、エビスがこのあの全然単位取ってなかったから、うん、まあ、大学のちょっと学業に集中しなければならないって時期があって、うん、ちょっとエビス抜かして、まあ、経験もしたいのでバイアスロン、うん、このカツレンと2人で出ましょうかと、うん、で、まあ、出て、まあ、落ちたという話なんですけど、何でコントで行ったんですけどね。誰がネタ書いてんの？この一応自分がなんかバックボーンというかちょっと大まかなものを書いて、うん、あと2人でこの言葉のやり回しか言い回しとかを合わせて、うん、ここ矛盾してないかなとかいうのをやって、しっかりしてんな。そろそろだって、え、いつからガチマヤは始まるの？お笑いガチマヤ、ちょうどこの8月の多分30だったと思うんですよね。あ、マジで？はい、もうちょうどもうすぐやし、このカレンダーの中にもありますね。養成所の時のお笑いガチマヤっていう初めての舞台だよね、そうですね。どうでした、この初舞台は？初舞台ね、いやもう覚えてますか？やっぱり覚えてる、全然覚えてるよ、うん、
この時ね、俺たちちょうどバイアスロンの時だったんだよね。そう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 。そう1年目で通ってましたもんね、1回戦。1年目でそう。1年目、まあそう、YOEC の時だからもう1年目にはならないけど。ゼロ年目でも通ってたって。まあもうそう、1年目で YOEC で、俺たちオーシャンとアリンクリンが通って。そうですね。で、俺たちその時やった漫才をガチ前でもう見せるって決めてたから、もう何も怖くなかった、最初は。アンパンマンのネタですよね。そう、アンパンマンの、何も怖くなかった。怖くなかった。うん、なるほど。だってもうバイアスロンで結果もらってるやつの漫才を見せるから、どうせ受けるだろうっていう。あの審査員の方がもう納得したんだったら、そう。もうみんなだってガチマヤのね、当日、しかも俺たちテンプスホールでやったんだけど。あ、我々ガチマヤですか。そう、そう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 。俺たちの台までテンプスホールだった。広いっすね。広いな。めちゃくちゃでかかった。で、そこでね、初めてそこの舞台に立てるし、はい、もうみんなもう裏でもめちゃくちゃ練習してて、はい。で、俺たちどうすっかっつって、どうすっか、そうそうそう、もうだってできるから、まあ、そうっす、もう1ヶ月前には仕上がったネタですもんね。そうそうそ う, そう で, できるからっつってバーンやって、で、結局アンケートも2位とかだったんだよね。結構上位だったな。上位だったね。で、その2回目ぐらいからもう怖くてそうそうそう、もう持ち玉を1回目で1回目で出してでっかいやつバーン払ったから。でも YouTube になんかネタが上がってて、あれはテンブスの時のミュージカルの、そう、あれもガチマヤ、あれもお笑いガチ前の時から面白かったですね、見てて。 ありがとうございます。ミュージカルな、いや、そっか。え、で、何このお笑いガチ前のためまでにはちゃんとコンビ名はもう決める。あ、そうですね、もう決めないと、うん、もうそうですね、吉本側から何かしらの罰ゲームが、まあ、決めないとな、早く。コンビ名あった方がだって紹介とかもしやすいもんね。なんか顔と名前の一致があらないの。これだけはなんか入れたいとか、このは一応今話し合ってるのでは、うん、ちょっと漢字の芸人さん少ないなって話になってまして、なんかもうちょっと漢字のかっこいい漢字のやつ、いや、でもまた書くときめんどくさくないか、めんどくさくないか。だってキリンさんとかね、そうですね、うん、インパクトは確かにあるけどさ、うん、あの漢字を書くってなったら毎回ちょっとね、大変じゃ大変かもしれないな。アンケートとかも記入したくなくなってきますもんね。ガガ、どの芸人さん見に来ましたかでね、うん、書くときがこう、もう英語で書いちゃうかもしれないですけどね、うん、翻訳がもしあれだったらね、まあな、そう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 、ジラフみたいな、キリンさんとか、いい声で、いい声でジラフ、だからなんかやっぱ、まあ、そうです、そこは結構もう悩んで決めていいものなのかなと。これはもう、うん、なんかこのオーシャンっていう名前はいつどういう感じで、これな、これな、だいぶな、だいぶね、見ました。いや、もうね、まあ、ストーリーがあるのよ。そう、もう12秒ぐらいで一応できたんだけど、早いっす、早いっす。なんかね、あれなのよ、うん、なんだっけ、オーシャンっていう、まあ、俺がもともと YOEC の時働いてたそういうキャバクラのお店の名前がオーシャンだったから。ああ、そうなんですね、うん、そう、そこで店長やってたから俺。店長、うん、店長なのよ。店長だったんですよ。すごいっすね。で、そこで、うん、オーシャンにしよう、オーシャンでってなったっけ。こっちからのこの意見はこんな感じ。あ、ゼロ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 、うん、かっこいいじゃん、オーシャンしようっつ。こっちもファミリーマートで、りょうちさんもアルバイトしてたので、うん、ファミリーマートにしようとかなかったんですか。ああ、そうだな、ファミリーは入れたかったな。ファミリーオーシャン、ファミリーオーシャン。ファミリーオーシャンでいいかもしれない。どういうことですか。オーシャンファミリーとかな。そうそうそう、オーシャンファミリーいいですね。でも、一応よく間違えられるな、この海とか、はい、そういう関係でしょみたいな。あ、この確かにこう、沖縄オーシャンって調べたら、うん、なんかそういうホテルとか、うん、海とかよく出てきます、ね。でもオーシャンって名前が多いから、うん、はい、やっぱオーシャンで調べても一番最初に出てこないよね。そこがちょっと食いつきだよな。そう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 、まあオーシャン芸人とかだったらすぐパッて出てくるんですけどね、うんうん、オーシャンで出るようになればな、だったら。だからこそやっぱ壁が高いからこそ超えたらすごいですね、うん、このオーシャン一発目できたら、うん、年上みたいだなお前。すいません、毎回毎回大人な意見くれるな。おい、ありがとうございます。急に回したりとかさ、オーシャンさんどうなんですか。これはもう自分の中の種がもう尽きたと、玉が尽きた、うん、種が尽きるってどういうことですか。種が尽きるって、種が尽きたら、ね、農業系。なるほどね。その時はもう、うん、もう先輩方にお世話になります。よろしくお願いします。全然もういろんなラジオとかも出た方がいいよ絶対。あ、そうですね、うん、機会があれば本当にお願いします。補欠として、うん、いやいや、全然。いや、まずじゃあコンビ名考えてきて、ね、ちょっと紹介したいですね、うん、したいわ。そしてコンビで出よう。あ、ありがとうございます。そうだよ、よろしくお願いします。コンビで出よう。顔も、うん、顔というかまあ
スタイル伝えたいですもん。そうそうそう、実際さ、俺もツイキャスしてるからさ、うん、配信してるからこういった顔ですよっていうの覚えてる。そうだよ、相方のゴミクズも早く呼んでるでよ。ゴミクズってもう言ってますよ。まあな、ゴミクズってちょっと表現はな。なあ、確かにな。もうゴミクズはやめようぜ。ゴミクズはやめよう。なんか、相方の名前何？エビスって一応名前。あ、エビスってかっこいいじゃん。そうなんですよ、本当に沖縄にあんまないので。そうだな、一人しかいないよね、沖縄で。一家のみっていう。もうじゃあこの年齢のエビスは一人なんだよな、もうじゃあその相方。そうですね。あ、この年、ね、この年、ね、年齢って何ですか。あ、なんでも続けて。続けて。やめとけ。あ、なるほどね、そう、エビスっていう。そうなんですよね。一人しかいないんだ。沖縄県にはもう、ま、本当に絶滅危惧種っていう感じなので。もともとでもそうだね、聞いたことないもんね。ないですよね。エビスな。聞いたことない。でもなんか。かっこいいよな、名前的にも。うん、なのでビールでもエビスってあるしさ、ね、高級感があってそうな、高級感あるよね。高級感があるエビス、吉和さんとか。エビスではダメじゃないですか。なんでコンビ名エビス、コンビ名エビスでって言ったら、エビスとアフソだった時に、うん、ファンの方が、うん、じゃあアフソはってならないですかね。大丈夫、ならない、ならないですよね、うん、エビス安心してんの。ちょっと何ファンとか作ろうしちゃってる。そうだな、もうその前提なんだよな。六房星の出番近い近いやめて、急にちょっとピンチになった俺たち六房星で縛ろうとするの。名前なんでしたっけ。やめろおい、本格的かおい、これ呪いでやるな俺たちを。先輩王さん呪いでご飯も食べに行こうね。ありがとうございます、うん、よろしくお願いします。そうなんだよね、なんか、あ、そっか、領事はでも同級生だから。そう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 、そうでもご飯おごるのは後輩だから、おごらないといけないんだよね。そうなんだよ。でもなんていうの、俺からいや好きなのも食べてとかおごるよとかって逆に言いづらいっちゅうか、なんかもう、そうなんですよね、この関係さ、この今までは こっちも、うん、こう領事さんが出せよって言った時に、うん、あ、もうお願いしますってちょっとやりづらい。そう、なんか、いやもうそこはもうやっていこうぜ。なんかこいつなんか急に先輩面してきたよみたいなの。いやいやいや、それはだから地元の中での、うん、そういう使い分けもありかもしれないです、うん、そう、使い分けは全然ありです。だから俺今日こっち来て、うん、俺一人で水買ったんだけど、うん、そう買った瞬間に、あれ俺ってこう、怒らないといけないのかなとか聞かないといけないのかなってふと思ってしまったわけ。あ、そこは怒らないといけないな。だったよな。だから俺何も言わずにしれっと水飲んでたんだけど、まあ、今回は初犯ということで、まあ、次回があるので、次回よろしくお願いします。どの目線だよこれお前。万引きも初犯捕まらないそれはダメだよ、万引きはやっちゃうな。ダメです。間引きはダメですね。皆さん。まあでもそろそろさ、ね、もうちょっと春夏秋冬話しようぜ。あ、そうです。あ、そうそう、戻らないとな。夏はやっぱりでも祭りがあるということで。そうですね。祭りもそろそろじゃない？全島とかさ。そうですね。石川でもありますよね。石川ある。ありますよね。石川祭り、ある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 。いつだっけ？そろそろじゃないですかね。もうそろそろ近いですもんね、ここから。あ、8月。ここから場所近いんだ。近いですね。え、やっぱ何？そこ石川のその特産品とか売ってるの？そういう。特産品とかではなくて、青年会が石川青年会が出るとか、そう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 、うん、舞台を使って石川青年会とか、で、ね、でまあ、出店はまあやって、うん、そこはもう本当に石川の人しかいないんだ。石川の、あ、今回出るのかな、あの、あ、石川のアーティストブルースカイキックスっていう、あ、ブルースカさん、ブルースカさん、ブルースカイキックスっていうアーティストさん、そうそう、内定もいいですかの人よ。ん？内定もいいですかの人。ああ、お疲れ様でした。はい、お疲れ様でした。え、そういうあれ結構有名な、なんか結構有名な卒業の曲。そう、あ、本当？そう、卒業の曲で有名な。ナチブっていう卒業の歌。へえー、ね、もう聞いた、北中グスクまでもしかして届いてないの？届いてないですね。いや、聞いて、その曲持ってない今日。今日ね、その曲。持ってないんですよ。いや、持ってないかい、持ってないんですよ。うん、貯めて、もっと貯めて言うと思ったわ、もう、さらっていっちゃった、こいつも。時間的にもね。北中グスクも祭りあるよ、北中祭りっつって。どこでやるの、それ？ね、若松公園っていう。あ、若松公園、そうだね。こちら辺ですかね。ね、北中グスクのアダニアっていう地域があるんだけど、はい、そこでやる祭りなんだけど、うん、なかなかでかいよ、花火とかも。へぇ、うん、ど、何発も4000発とか上がる。いや、4000発とかそんなに、ね、そんなに上がんないけど、うん、多いっす。でもなんか地元の祭りの良さってあれだよね、なんかその、うん、すぐ友達と会えるっていう。ああ、それな。最悪一人で行っても友達と会えるからね、一人で行く勇気ないから。そうですね、祭り一人で行くのはちょっときつすぎます。きついよな。で、俺祭りね、俺酔っちゃうの、人に。人酔いか。まあ多いですもんね。多分北中とかだと、うん、多分石川より来る人もかなり多いと思うんですよね。今どうなのかな。でもライカムとかできたから、そういう人の流れ的には多いかもしれないね。うん。で、それが終わったらハロウィン。ハロウィンは結構イベントあるでしょ。秋って言ったらハロウィンでしょ。ハロウィンね。
ハロウィンはだってハロウィンはハロウィンでいっぱい美浜とかでイベントいっぱいあるでしょ。そうですね、茶谷のあれはもうすごい、あれ伝統的なやつでしょ。沖縄県全体を巻き込んだものなので、荒れるよな。だって一番上のコメントが目に入って、うん、うん、なんて書いてある。どうせ売れないから大丈夫大丈夫って言われてえ、どういうこと、どういうこと、何が何が、これ多分自分に対しての、いいえそんなことないよ、大丈夫だよお前。そうですよね、どうせ売れないから大丈夫ですよ、ね、でもさ、俺イオンライカムで、はい、聞いたんだよ、イオンライカムでナチムン、なんだっけ、ナチムン、ナチムン、ナチムンナスさん、おお、あの人がね歌ってた歌があって、はい、一生売れない覚悟ができますかっていう歌なんだけど、かっこよかった、かっこよかったよね。最初もさ、この人なんか王者に捧げます、そう、一生売れない覚悟はありますかっていう歌だったんだけど、そうそうそう、はい、もうね聞いてたらただの前向きな歌で、もう本当に、うん、はい、そう、一生売れる気はあります、一生売れない覚悟はできてますかっていう、いや俺はできてないぜっていう、はい、そういったメッセージなんだよ、なるほど、反骨精神の、反骨精神のみたいな、そう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 、うん、普通にかっこよかった。そう、だからやっぱね、その覚悟もやっぱ必要だよ、そうですよね、この芸能界な。だからね、例えば祭りとか行って、うん、ね、営業とかもしかしたら呼ばれるかもしれないし、はい、やっぱり、おじさんも今回呼ばれるよね、もしかしたら全島とかでなんかいろいろ、ああ、なんかね、うん、またすごいですね、なんか話があって、で、それで呼ばれて、で、実際舞台出ます、はい、で、舞台出てわーって出たとしても、うん、営業ってさ、営業行ったことある？営業、全然行ったことないんですよ。一回以上はなんかある、何回かある、何回か、あ、この客側としてってことですか。うん、うん、芸人側として、芸人側としてはもうまだ1回もないです、うん、あ、1回もないか。あ、そうなんだ。営業はね、そう、一番最初に俺たち YOEC 入った時も、ね、営業の話からとかつながるんだけど、はい、一発目言われたのが滑り慣れろって言われて、あ、なるほど、それが一番だったな。それが一番、これはよく言われますね、もう言われる、自分たちでも、うん、滑り慣れるな、はい、営業とか言っても実際思うけど、普通に何だったっけな、余裕で滑ったりっていうか、そう、まず、はい、知らない俺らが出てもた誰だっていうとこが入るから、でどうお客さん掴むか、 そう、そのマイナス、まあ言ったらですけど、マイナスのところからどれだけ引きつけられるかっていう、持ち上げるかだよな、そこでへこまずに、それだけずっと考えてたら、はい、領事の絵が生まれたの、あれすごいですね、落書きを絵に変える、ね、ラストに変えるっていう、あれはもう本当老若男女を全員掴めるから、結構前からやってましたもんね、あれって。そう、でも今年入ってからだよね、一応本格的にこうバーンと出したのは、うん、そうそう、今年入ってからね、そう、なんかそう、今ツイキャスでもさ、那覇祭りにも来てほしいですっていう、まあ、あれすごいって、もうすぐ来ましたもんね、うん、ありがとうございますね、リョウジね、うん、那覇祭りも来てほしいですもんね、何、どうした、これ落書きを六芒星に変えれるっていうやりたいなどの落書きも六芒星に変えきれる、いや難しいだろお前、全てに丸みが帯びてたらお前六芒星に変えることできんの、オリジナルの六芒星ちょっとこんなダメだよ、それ出しときましょう、オリジナルの六芒星、六芒星じゃないよお前、世の中の壁とか落書き全部六芒星変わってたら俺どうなったんだろうこの世の中って、逆に六芒星に変えたとしても怖いわ、普通そうだよお前、この特技はやめましょう、すいません、なんか特技ある、あそくんは、特技ってほどではないんですけど、うん、こう芸人目指してる側で珍しいって言われるのが、うん、この教員免許を持ってるっていうのがあるので、え、中学校、小学校、小学校なので、うん、こうなんか、はい、足し算子供に分かりやすく教えてって振りがあったら、うん、あの30分あれば分かりやすく仕組みを教えて、いや長い長い長い30分かかるんだよ、ちゃんとなぜ足し算っていうこの概念なのかみたいなところから見てるそこの概念を知ってるわけね、なぜ足すのかダメだよ30分はそうだよ、うん、パッと教えるパッと教えるっすよ、営業向きではないです、ね、営業向きではないな完全に塾メインだね、そうなんですよクモンとか行ったらもしかしたら活躍するかもしれない、そうだな、人気もなれそうだな、アルバイトとして、うん、いやでもいいな、教員免許持ってたら強みな、うちも楽しい、いい職業ですからね、他になんかパッと見せれる特技ない、ないない、パッと見せれる特技がすごいマニアックなやつなんですけど、おいいよいいよ、あの漫画のメジャーっていう野球漫画が、おお、メジャーわかる、メジャーわかる、メジャーの田代っていうキャッチャーのモノマネはできるんですけど、ちょっとこれ結構声真似、声真似なんですよ、あ、いいじゃあ聞かせて、ちょっといいな、うん、じゃあどのシーンかまで聞かせて、あ、じゃあこの街道線の、もう重野が追い詰められて、あ、わかる、街道線見た俺、うん、そう、その時に田代が、まあ、重野を励ますんですよね、あ、いいか重野、俺はお前が投げた184球を一生忘れねえ、最高の球を投げ込んでこい、絶対忘れねえよ、俺たちだってできるんだ、
頑張れしげのみたいなシーンなんですけど、もうさらっと言ったわお前もう、残り2人誰だって後半の残り2人もまだマネしちゃった、ちょっとあそこが出てきたな、内山とか宮崎とかいるんですけど、まあまあもう本当にそのパッと見せる特技のなさが、もう今自分結構きついですね、大丈夫だよ本当にこのやっぱ欲しいですよねだってさあの、まあ、変な話 YOEC 時代の時に、こいつらやばいわっていう同期の芸人いっぱいいたの、まあ今だからぶっちゃけるけどさ、そうなんですか、もう本当にバーいって、いや無理だよあいつらにお笑いなんかとか、そしたら今もうすごいよ、面白いみんなマジで、みんな嬉しいな、力つけてみんな力つけて、逆に怖いもん普通に、そう3期生の先輩方の、この本当にまんべんなく面白いっていう、でもあれでもみんな仲良かったよな、みんな仲良 い, いそう、みんな仲良しなきゃ仲良い同期、普通に全員でご飯とか行ってもよく言われるんですけど、この3期生のレナさんっていう方が、音楽レナさんレナちゃんね、この今フリーでこう裏方の仕事をしてくださってる人が、5期生によくアドバイスくれるんですけど、5期生は静かすぎるよと、3期なんてもうやばいよとか、オーシャンとか先駆け、あんたらが今すごいと思ってる島袋しのぶなんて、騒いでるうちに入らないんだからねっていう。いやでもいやもう俺たちはまた逆にうるさすぎて怒られたっていうのが多いな。多いな。もう例えば発声の授業とかダンスの授業も、先生が1やってって言ったら俺たち1飛ばして6とかやりたい人だから。なるほど、ね、先生が今日の授業は1の授業やりますって言ってんのに、な俺たち全員でみんなより面白くなりたいわけだから、そうなるほどなるほど、そう普通に6とか言って怒られるわけ、そう余裕で、1はっつってすいませんでした、そうなんだよ、自分たちはもう言われた通り淡々と今のところ1こなしてきてる、そう一回授業を見に行ったけど思ったわ、本当に発声の授業な、発声の授業でさ、来てくださった講師の夢先生っているじゃん、アーティストもやってるね、その先生と俺たち結構仲いいんだけど、 そうですね、その先生が本当に5期生元気ないって言ったそうなんですよ、でもこのその次のこの夢先生の講義の月に、なんかまあ、先輩方がたまに授業サポート来てくれるんですけど、このオーシャンさんが来た次の講義の月に、なんかあ今日アシスタントいないんですかって事務の方に聞いて、あ今日いないんですよって言って、あこの前前回来てすごいよ元気あってよかったのにねみたいな話をして、まあオーシャンさんすごいなっていう話なんですけどね、なんかカレーご飯食べに行こうただただ一応でその後からどんどん声出てきてるよって夢先生に褒められることが増えてて、もっと逆にもっとさ、そうかそうか、行っていいんですかね、仕掛けてっていいんですかね、どんどん変な話ラジオでこうやって話すのもあれだけどやらしくていいんだよ全然、あなるほどなるほど、オーシャンどれだけやらしいと思ってんの本当に、オーシャン夢先生にまず一旦気に入られようってことで、もうまずガンガン質問しに行って、で夢先生のその教室まで遊びに行って、そうだよネタをこうしたいですっていう、ね、ネタを聞きに行くんだよ音楽の先生に、なるほど、音楽スタジオに、俺ら音楽スタジオにまで遊びに行って、夢先生に発声でちょっとこのネタやりたいからって言って、行ったらこの行ったのが俺たちしかいなくて、そう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 、そしたら夢先生があらあなた方意識高いねと、じゃあ営業一本あげるってことで大きい MC の仕事すごいっすもらったんだよ、音楽これはこの養成所の時なんですか、養成所終わってすぐだから、この、なるほどなるほど、なかなか大きいイベントだったよ、すごいですね、ミュージックタウンの下の音広場っていうところかな、小沢のとこですね、そうそうそう、何十組っていうアーティストさんの卵、卵が出るこの音楽イベントの MC だ、 MC, MC かっこいいですね、この響きが MC ってなんかこいい、まだ味わったことがな い今から絶対大丈夫、 A 単語、 A 単語まだ味わったことない、 A 単語 MC, MC, MC な、 なるほどないいな、はい、以上メールが、あメール来てます、はい、ありがとうございます、 from 島袋由美子さんからです、はい、ありがとうございます、はい、ありがとうございます、はい、こんばんは、はじめまして、はい、はじめまして、8月1日のサゴテン団楽しかったです、ありがとうございます、ありがとうございます、ありがとうございます、ねえ春夏秋冬、春は桜祭りでビールがうまいぞ、おーいいぞ、夏はビール祭りでビールがうまいぞ、なるほどなるほど、あ秋は豊年祭でビールがうまいぞ、おじゃ冬は冬はクリスマスでビールがうまいぞ、いやもうビールだけ全部オーシャンの2人はどの季節のどのビールがお好きですか、オーシャン応援しています、あー PSモアイ大好き、金城さんは元気ですか、ん、あーなるほどね、名護の玉袋、
名護の玉袋。モアイ大好き金城さんは元気ですか。はい、なるほどね。これはうちの身内の方ですか。今でも繋がってないですか。僕はリュウジ知ってる。え、アフソ君も知ってるってこと。うん、俺の名護のおばあちゃん家の繋がりの。あー、なるほどね。うん、親族の方。いや、もうビール、ビールはやっぱ夏じゃない。やっぱ 俺も夏だな。そうですね。あ、でもまあいつ飲むビールも美味しいけど、俺もビール好きだから。でもやっぱ夏のビールは最高だな。ビール祭りでっても言ってますもんね。そうだな、もうビール祭りっつってるもんな。夏のみビール2個出てきてます。ちなみにもう冬なんてもうクリスマスはビールってもうなんかあんまもう何でもありじゃん。いやでもまあクリスマスビールで飲む人、りょうじはクリスマスもビールだもんな。俺はもうもちろんビール。まあ年中ビールだもんな。そうもうクリスマスなんかシャンパンってイメージがあったから。ああもうビール、うん、ビールだね。音うまいな。空き缶なんだそれ。三缶なんだね。あ、なるほどね。あーなあパー CM お待ちしております。ねえ、こうやって CM をやらしいでしょ。やらしい、積極性がやっぱありますよね。なんでもね、行けるとこ行ってね、後から怒られればいいの。サボテンだなんてあれだよ、本当に。そうですね。あんなってさ、こうみんながさ、うわすごいとか華やかしいですねとか言ってるけど、うん、はい、もう裏でもうね、もうどんだけ怒られてるからみんな。やばいよ。そうなんですか。リハーサルとかでさ、なんかエリートとかじゃないですか。じゃないみたいな感じじゃない。どんだけボロボロにずっとボロにやられてきたか。そう、だからこそ今があるのかもしれない。まあそれはね、それはもういろんなお叱りを受けて、うん、そう、それでそれでもめげずにめちゃくちゃ怒られた後にじゃあよし本番頑張ろうってなって。そうだよ。切り替えがマジで難しいからさ。KS1 の時は俺感情壊れると思った。うん、サボテンダン一番最初。あ、何かあったんですか。サボテンダンの一番最初に一発目大きいコントしようと。うん、そうそうそう。で俺たち合同コントな。合同コントやったこともないのに、うん、合同コントしようって言われて、で最初やっぱもうみんな天狗よ。いや、やりましょうみたいな。こんなにいいっすねみたいな。どんで、いざやりました、はい、やったとこまでいいわけ、はい、みんなで練習もしてリハーサル手前ぐらいだよね、うん、確か。そう何があったんですか。あの放送作家のキャンヒロユキさん、あ、はい、あれちょっと細かい指導を受けるんだけど、まあそうですね、あまりにも俺たちができなさすぎて、はい、キャンさんがバーって指導を受けて、で、あのもうほんと全然進まないの話が、はい、その1回直すところが多すぎてなるほど。で直すたびにもうそこがもう多い多い多いってなってくるからもうおいみたいな。でも本番はどうだったんですか。本番はね、どう、プロ集団ことってあれですか、新規さんが助走したやつ。そう見ました。途中で大喜利に変わるっていう、うん、こっちがちょっと漁師さんがヤクザ的な。そう見ました。面白かったです、ね、面白かったです。あれだから今やったらまた違う感じでは上手くなりそうだけどね、うん、またなんかやりたいよね。やりたい、またその前のやつをやりたいっていうのもあるね、うんうん、あとじゃあすごいサゴテン団のこの集団コントの裏にはもうキャンさんの力が携わってた、うん、あ、もちろんだよ。それキャンさんがないとお笑い好きになってないぐらいで本当に。キャンさん聞いてますか。聞いてほしいですね。そういうことそういうとこです、うん、まあでもそうだね、今キャンさんのネタ見せとかもやってるね。あ、そうだね、養成所の時ってあるよね。なんでも卒業したらさ、あんまネタ見せする機会が減るっていうのは本当だったね、うん、マジで。もう時間とかあります、ネタ見せをしてる時間って言ってしまえば。あんまでももう、うん、ネタ見せするよか、もうお客さんに先にネタ見せて、お客さんでネタ見せする感じかな、バンバン、うん、あれはここ滑ったわって自分たちで考えられる感じ、うん、そのだからネタ見せしてる間はめちゃくちゃありがたい、まあ、ありがたい時間帯。この客、お客さんの前に出させていただく前に、うん、まあ言ってしまえばダメなところも直す、ダメだと言ってくれるのが、そう、客観的に見てくれる人がいるからめちゃくちゃ助かる、うん、自分たちだけでやるとすごいことになりますもんね。ガチマヤ難しいな。だガチマヤはあれでしょう、笑いガチマヤ。俺たち3期生も入るでしょ。多分そうですね、入るかもって話してました。ギリギリ俺たち3期生か、ね、3期生が最後の4期生の先輩と、うん、3、4、5で入るかもしれないね。もしてましたね、うん、大丈夫だよ、4期生も、うん、超えちゃえもん。そうだよ、3期生とかもう先輩とか、いやいやいや、あの卒業してなんかあったけど、うんうん、もうだもう先輩とかも関係なしで、ガンガン言っちゃった方がいい本当に、うん、もうそれぐらいのもう気持ちは持ってやっていかないとできない。ワイオ一瞬持ってるのはマリンクリンだけだった、その、あ、心っていうか、まあ、うん、他のみんな持ってたかもしれないけど、はい、
ズバ抜けてリンクルの方が強かったと思う、うん、決勝戦行きましたもんね、うん、やっぱな絶対に負けたくないって気持ちが強かったそれもそこすげえ尊敬しないといけないすごいな、うん、そう持たないとあもう今日この話聞いて本当に良かったです、ね、あ本当あそうなんだおお帰りご飯おごってあれとかおごってよこっちがですかでも好きは近いんで行きましょう好きは買えよ確かに近いわ最近できたいやまあでもあと5分少々なりましたけどわー5分少々、はい、すいません、はい、話そらしそらしでいや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 まあテーマがでも今日ちょっと難しかったかな、ね、そうだないいところって、うん、今のところいいところあんま出せてないですもんね僕たちの中でいやいやもう本当に春夏秋冬いいところこれ最終的にもまとめちゃったらもう春夏秋冬のいいところは自分たちで作っていかないといけないんだよ、まあ、そうですね後世に春夏秋冬伝えていく身としても、うん、自分たちがそれを人に委ねてしまってはいけないんですよね、うん、でもしかしたら今ねアフソ君のいるコンビ名はヒルクライムにした方がいいかもしれないいや週刊週刊とつながりでつながりでな、うん、今回のネタはどれにしようかヒルクライムな今回ネタはどれにしようか春夏秋冬でネタを作っていけばね、うんいやもうじゃあガチマヤでいつの日か春夏秋冬ネタやりましょう頑張ってそうだなじゃあそれお願いしますねぜひ頑張りますありがとうございますそれで終わるんだ、はい、まあでももうね今日はアウソ君といっぱい喋って、ね、曲も流さなかったけどなんかアウソ君最後伝えたいことあるなんか伝えたいことじゃあそうですね、うん、一応 YOC 5期生として、まあ、こちら来させていただいておりますので、うんうんはいまあ、この8月の30です多分あっても、はい、30日この先ほどからお話しさせていただいております、はい、お笑いガチマヤ、はい、YOC5 期生の初舞台が、はい、この吉本泊まりんの方で那覇市の泊まりんですね泊まりんでございます泊まりん事務所でございますので、はいうん、ですね新しいまあ芸人の誕生をよろしくお願いします見届けてください、はいはいはい、この時ゲストって誰が来るとか分かるこれ言っていいですかね毎回ね言っていいよ言っていいよ大丈夫ですかねまだ自分たちも確定かっていうのは聞いてないんですけど、うん、これ何か言われたら大社さんに言わされたっていうのは言って大丈夫ですいいよいいよ急に責任をなすりつけやがってお前そうだよいいよいいよまあ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 、まあ、パッて聞こえたのが、うん、ちょっとスリムクラブさんみたいなあーあーなるほどねでもまあ、だあ納得はありえそうだね、うんうんうん、もしかしたらスリムクラブさんってことか、はい、みたいな話をちょっとしていいじゃんいいじゃんでもすごいなすごいよバンバン絡みに行ってねそうですね、うん、いろんなのほら見に行きたいですとかよろしくお願いします見に来てくださいでもこんなクマがすごい男もいますので寝不足ですいいよな頑張れな、はい、3期生と4期生の方にじゃあお世話になりながらガチマヤ成功させていきたいと思います、うん、はい頑張れ最高生よろしくお願いします、うん、あっそうですもうあっそくねはい、はい、ということで今週のオーシャン応援のゲストはねアフソ君でしたありがとうございましたありがとうございましたそしてありがとうございましたねオーシャン今日は結構ふわふわでしたけどもまた来週から気を引き締めてやっていきましょうね、はい、よろしくお願いしますということでこんなラジオ嫌いじゃないありがとうございましたありがとうございました